アビハイロンツキはイスラエルの軍人、ラビ。ハイファデム宗教の両親との間に生まれる。しかし、ロンツキは神学校で宗教的な教育を受け、1969年にイスラエル国防軍入隊。従軍ラビとして2010年までの長きにわたって軍人生活を送る。退役時の階級は順将。軍を退役した2012年3月現在。 ロンツキは次のイスラエル国会総選挙に備え、急進右翼政党、国家統一党とユダヤ人の家を統合した新しい政党のトップになり、政治家になるのではないかという報道がなされた。2018年4月1日、イタマールにて直腸癌のために亡くなった。66歳ボー